次に示しますのは、四次エネルギーが1日1800キロカロリーの型を対象にした場合の食べ方です。ご飯、3分の2食べる。うなぎは、全部食べる。疲れ気味の方へ、うなぎは、 タンパク質のほか、ビタミン a や b 群、ミネラルなども豊富な栄養価の高い食品です。土用の丑の日にうなぎを食べるという昔からの風習は暑さによる体力の消耗をうなぎの栄養で補おうというものです。